戦後初めての全日本ボーイスカウト大会が皇居前広場に開かれるので、南は九州から北は北海道に至る都道府県の代表スカウト約3500名が東京へ続々集まってきました。広場の設営地では大会を明日に控えているので、折からの雨にもめげず、もうほとんどの隊が集まって設営の土音やら日本国中のいろいろのお国なまりが楽しくさんざめくうちに野営の夜を迎えました。全日本ボーイスカウト大会に先立って再発足した日本連盟の第1回通常総会が開かれていました。ここに集まった都道府県代表はボーイスカウト運動の指導者たちです。この日壁頭理事長を立って再建の抱負を語り、アメリカをはじめ世界の友から寄せられた並々ならぬ友情への感謝を述べれば、ロンドンにおける国際事務局より1951年における世界ジャンボリーと国際会議に参加するようとの要請状をはじめ、世界各国のボーイスカウト代表とガールスカウト、YMCA など友好団体その他からの祝辞や激励の言葉が続いて伝えられていきます。スカウト運動は少年と青年と年取った大人たちとの積極的な協力を要求します。スカウト運動は国際的運動であり、多くの国々の少年たちの間に理解の橋を架け、やがて真の世界平和を打ち立てる大切な手段であります。スカウト運動は良い社会人、そして良い世界人となるための最も良い訓育であります。理事長の挨拶はマッカーサー元帥を我がボーイスカウト名誉総長に推戴したことと、日本のスカウト兄弟を世界ジャンボリーに喜び迎えたいという親切な世界のスカウトたちの好意を伝えました。私たちはその栄誉と親切な心に報いるために、ますます体を鍛え、心と技を練り、他の人のためになるスカウトになります。その技を心を見てもらう競技大会は引き続いて日比谷のドゥーリットルフィールドで行われました。競技に先立って日本連盟機がアメリカの在日スカウト代表から我が代表スカウトに送られました。ハンカレーベ、ハンカレーベホイスラー。この日天皇皇后両陛下には皇太子様、吉野宮様を伴われてご臨席になりました。フラフラフラ、ハンカレーベ、ハンカレーベ、ハンカレーベホイスラー。我らの天皇、我らの皇太子様、その御身近くに競技する和光度たちの感激、この喜び、さあ張り切って。あくれば大会の最後を飾るスカウトパレード、連盟機を先頭に本部第1、第2、第3の30隊、空うららかにスカウト兄弟3500、今日ぞ晴れの行進だ。今日から日本のスカウトが世界のスカウトと共に再び手を取り合って行進ができるのだ。胸を張って声高らかに、我らは誓う3つの誓い、守るぞ12の掟。スカウトは誠実である、忠誠を尽くす、人の力になる、遊戯に熱い、礼儀正しい、親切である、従順である、快活である、質素である、勇敢である、純潔である、慎み深い。三つの誓いを心に、十二の掟を日常の物差しとして、明日を担う者の正気の行進よ。よどみ恥じろがず、ただまっしぐらに兄弟仲良く進もう。